ちゃんくんもぽんちゃんもですね、朝日が入るこの一瞬だけ日向ぼっこをします。これは今ですね、だいたい6時前に起きていろいろやるんですけれども、その間、そうな、6時から今は、まあ、8時半、そろそろ9時になると、だいぶ日がですねこっちの方へ移動してしまうわけですよね。3時間くらい、日向ぼっこタイムをちょっときちんと設定した方がいいかもしれないですね。これから冬になっていきますとますます、短くなるかと思いますので、ちょっと考えます。どっちいいですか？ちゃんくんは窓際の一番光が、新しいところと言えばいいんですかね、に移動しました。そうね、ここが一番いいと思うよ。今日は少し気温が、低めでですね、20度切っている感じかなということなので、太陽の角度が、窓から消えたら、扉を閉めたりなんかしてです。今は廊下につながる扉の方は開けています。そうするとちょっと冷気がね、外から来たりしていますが、さあ寒さ対策も、もうしないといけないですね。今日はですね、ハロウィンの、日となります。10月31日ですね。部屋の飾り付けのようなことは、このケージの中に全部収めました。で、事情としてはですね、今日これから、ここに安いんですけど、棚が来ます。これを組み立て作業というのも必要になると思います。ということで、ケージは今日限り、ハロウィーンで、終了ということになりますよ。さあ、作業またやらなくちゃ。
れ火入ったんだ。じゃあふんわり。そうかな。もう切り取り混ぜてね。巷はハロウィンで大盛り上がりのようですが、今日このハロウィンのデコレーションをしたこのケージをですね、片付けてここに棚を入れようと思います。棚の方は今日、夕方ぐらいに届きました。組み立て家具なんですが、テレビで見たやつを見るとですね、ニトリで買ったんですけど、ごっつい簡単に組み上がるよみたいなことになってました。ちょっとそれも楽しみです。さあ、じゃあ片付けますよ。さあ、じゃあ片付けますぜ、こいつ。はい、黒猫さんはクリスマスにも。そうなん。今ケージを解体してですね、このような状態になりました。もうちょっと掃除をしてこの上に、棚を組みたいと思います。はい、ジャン君偵察に来ましたね。これがニトリから届いた棚の、パーツというかですね、組み立て家具ですね。そして、うちには必ずあるんですが、この初期不良を、段ボールの外も傷がついていたので、何かにぶつけたんでしょう。ただ我が家での初期不良に慣れている、ところではこれはもう問題になりません。この程度のものは裏に回せばいいやということになります。はい、じゃあ組みますよ。今制作途中です。これがですね、ニトリさんすごいね。そんなに下手じゃないと思うんですけど、全く初見でですね、マニュアルを見ながら、マニュアルこんな感じですが、黒犬が作業するのになんかね、こういうパーツがあったりとか、これが優れてるんですよ。これここピュって止めるとしっかり止まっちゃう。こういうのがプロだね。すごいすごい。割と早く出来上がりそうです。はい、このような棚が完成いたしました。思ったよりも簡単にできたんですけれども、まあ高級感は
さすがにありませんが、一応ここに何らかを入れることができるかなと。ただ上がだいぶ空いてるね、ここね。だね。できたらですね、まあお金に余裕ができたら、この下にある程度の高さの棚を作り、その上にこれが乗っているといいかな。この無駄に空いているスペース、ここはとてももったいないです。どうしましょうね。まあジャン君のブランコをこうあーみたいになっているといいのかな。あ、また画面揺らしちゃった、すみません、酔ってはごめんなさい。そして、大体の感じはこんな風になりました。